皆さんごきげんよう、さおりです。今日は私のバッグの中身をご紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、じゃあまずバッグからご紹介していきたいと思います。こちらがエルメスのピコタンというバッグなんですけれども、私このバッグがずっと欲しくて一生懸命お金を貯めてゲットしました。色がエトープっていう色で、金具のカデナっていうんですけど、ここの部分がゴールドで、私イエローベースなのでアクセサリーとか全部シルバーじゃなくてゴールド派だったので、もうこの組み合わせに出会った時にすごいもう感動して買っちゃいました。気に入って365日このバッグ使ってます。でご覧いただいて分かるようにすごいちっちゃいので、そんなに物は入らないんですけど、私すごい肩こりなので、あんまり大きいバッグ持つと本当に肩こって頭痛くなってってなってたので、あえてちっちゃいバッグにして毎日ストレスフリーで過ごしています。なので中に入れるものも極力荷物を減らすように考えて作ってるバッグの中身なので、もし同じようにちっちゃいバッグが好きな方がいらっしゃったら参考にしていただけると嬉しいです。ではまずポーチからご紹介していきたいと思います。今使っているメイクポーチがこちらです。バーバパパのポーチです。私すごいバーバパパが大好きで、あ、もう一個ポーチがあって、これとセットのものなんですけど、もうすごい可愛くて思わず買ってしまいました。もうここに持ち運ぶ化粧品は全部入っている感じになります。またポーチの中身は次の動画でご紹介させていただくので、ぜひご覧いただきたいと思います。後ろがティッシュケースになっていくので、まあ、ちょっと開いちゃってるんですけど生地がちりめんみたいになってるんですけど、ちょっと和風テイストで可愛いポーチになってます。はい、じゃあバーバパパつながりでミニタオルです。最近プラザでバーバパパとコラボしてるので、いろいろバーバパパグッズが出てるので、すごいバーバパパファンとしては嬉しくて、いろいろ文房具とかも集めてます。次こちらです。シャネルのハンドクリームですね。ラ・クレームマンというハンドクリームになります。すごいテクスチャーが軽いのでベタつかないので、すごい気に入って香りもいいので使わせてもらってます。次こちらですね、ミラーです。これは、100均のセリアで買ったものなんですけど、アルミっていうんですかね。ですごい薄くて本当に軽くてコンパクト志向な私としては、すごいこの薄さが気に入って購入しました。あと充電器ですね。私ちょっと電子機器は詳しくないので、コンビニで買った充電器です。あとこちらがノートとペンですね。思いついたこととか買いたいものとか、まあ、トゥードゥーリスト的な感じとか書いてますね。ちょっと中お見せできないですけど、思い出したことを書いてるっていう感じですね。で本当に汚い字なんですけど、 iPhone でメモ取ったりもするんですけど、やっぱり手で書いた方が記憶にも残るので、なるべくノートは持ち歩くようにしてます。ノートがブルーなのでブルーで合わせて使ってます。こちらですね、パスケースとカードケースです。どっちもプラダのものなんですけど、このパスケースは前プラダの長財布を使っていて、それになんかくっついてたパスケースで、まあ、なんかいいの持ってなかったので、とりあえずと思って使い始めて、ずっともう多分何年、5、6年ずっとこれで使っちゃってます。で同じカメオっていう色なんですけど、プラダのサフィアーノの型押しのカードケースですね。これは、私のおばにプレゼントでいただいたものになります。中は結構ポイントカード系が多くて、クレジットカードとかはお財布に入ってるので、スナイデルとかのマッシュ系列のポイントカードとか、たい焼き屋さんのカードとかですね。はい、じゃあ最後になりますが、こちらが、お財布です。このバッグをちっちゃいバッグにしたことで長財布が入らなくなったので、もうこのバッグのためにお財布を買い替えました。それもちょうど同じくらいの時に買い替えたもので、ディオールのものです。ディオーリッシモっていう形で、三つ折りのタイプで、すごいコンパクトで気に入って使ってます。色がすごいなんか桜っぽい感じのピンク色で、この淡いピンクはすごい可愛いなと思って大切に使ってます。内側がブラウンになっているので、ちょっとピンクとブラウンの合わせっていうのもすごい気に入ってます。はい、じゃあ私のバッグの中身以上になります。この小さいバッグの中にもう本当にスマートに収納したいなって思って、
いろいろ全てのものをなるべくコンパクトにしようと思って考えたバッグの中身です。まあ全然なんかこれでも荷物多いかなって正直思ってるんですけど、もっともっとコンパクトにすることができる収納法とかご存知の方いらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお待ちしております。バイバイ。